ダナンのリゾート地のちょっと入った小道にある屋台に来ました。ここ駐車場がレストランになってるのかな、あと歩道もで、ね、メニューやっぱり観光地なので観光客用のお値段なのかな、街に比べてだいぶ高いです。でどれも美味しいんだけど、このメニュー進めてるともうアジアに来たって感じ。なんだろうこれ。はい、初めて出会いました。ラールエわかんないのビールです。多分ベトナム産じゃないかな、多分。でコップと氷と常温のビールが来ました。で氷を入れてお酒入れて、あ、飲みやすい。あ、色もちょっと薄めだけど味も薄めだけど、なんか薄いなーっていう感じじゃなくて、薄くて飲みやすいって感じ。わあ、の卵のチャーハン来ました。地面にお箸とスプーンが置いてあります。ちょっとだけ紙で拭いてから、あ、めっちゃいい香りするやん。あ、パクチーも乗ってるうん、おいしい。中華とベトナムが混ざった感じ。え、なにこれ。これちょっと辛そうだからね。あ、ヌックマム、うん、一味変わる。でもかけすぎない方がいいかも炒め物来ました。多分これは牛肉の料理なんだけど、今牛肉切れてるから豚肉で作っていい？と聞かれてイエスと言ったお料理です。これもベトナムの食べ物なのかな。あー、おいしい。あ、辛い辛い。あ、え、あ、ガリって言った辛いけど美味しい。なんか辛い。ダナン初めての夜です。飛行機が着くのが少し遅かったので、おすすめの食事を終えて今ホテルに戻るところです。夜中の1時過ぎたんですけど、やっぱりリゾート地なのでお店はちょくちょく開いています。お店の看板、韓国語やハングル語がとても多いです。ダナンのリゾートホテルが並ぶこの辺りに面したビーチ、ノンヌックビーチです。めっちゃ綺麗。すごい綺麗だよ。ノンヌックビーチの中でもこの辺は 2K ビーチというらしいです。これはどうやってわかるの。来る格好じゃないなワンピースで着たかった。空がすごい澄んでるから水平線めっちゃくっきり綺麗に見える。あ、砂もねめっちゃ綺麗。すごいサラサラ、白い砂が続くビーチで有名らしいです。これが自然のものだと思うと不思議ね。あー、海入りたい。このノンヌックビーチはベトナム人の観光客にもすごい人気らしくって、最近ほらああいう高級ホテルができたので、その影響で外国人の観光客もよく来るようになったそうです。ダナンの空港の方はほとんど高いビルなかったのに、この辺になると高層マンションみたいなビルがいっぱい。あー、入りたいな
イビング、こんな遊び方あるんだ、楽しそう。あ、海に入るの？あ、上がった。なに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 、不思議な遊び方。ビーチから少し中に入ったところのご飯屋さんに来ました。ここ足元透けてて、下にちっちゃな鯉みたいな、あれ鯉かな、金魚と鯉の間みたいな、金魚か、あ、大きな金魚だ、金魚がいっぱい、かわいい。これ見ながら食べれます。あー、すごい。こう来ました。ビーフのなんだっけ、ハーフビーフなんとかとハーフビーフなんとかのこうです。店員さんがね、いっぱい来て話しかけてくれるから。ただチキンバミシリス、enjoy。チキンのスープ？あ、麺が太い。ほうとうみたい。あ、おいしい。ビーフの油が加わってまたまたおいしい。野菜は玉ねぎかな？なんかフォーにしては珍しいかも。他のフォー入ってたのかな？朝からいけるね。ココナッツミルクとコーヒーのスムージーです。フラペチーノみたい。あ、コーヒーフラペチーノ、ほんのりココナッツ。あー、マロニーちゃんだ。マロニーちゃんよりちょっとね、もちもちしてる。イエロースムージー、マンゴーとかバナナ、パッションフルーツ、ミルク、なんとかなんとかいっぱい入ってました。パッションフルーツの味がすごいアクセントになって、全部の味する。